これは全然まあ愚痴というか、うん、ありがたい一面もあるんですけど、うん、三四郎さんのね、うん、DVD が出るということで、うん、なんかインタビュー、三四郎さんのインタビュー記事が載ってたんですけど、うん、まあいろいろ答えてて、うん、まあ、こんな感じですね、いろんな変わったことしてますねみたいな、うん、三四郎の小宮さんがその、いや結局変なやつが好きというか変なことが好きですからねみたいな、うん、普通じゃないことの方が楽しんでみたいな感じで、うん、そのウエストランドの井口なんて本当に変なやつですからねみたいな、うん、まあ名前を出してくれてたんですけど、うん、いいことじゃないですか。まあでも本当にあいつは変だからなみたいな、その相田さんも相方も、うん、なんかそのすげえ喋るし、うん、で小宮さんはそのいやだから結局間が怖いんだよあいつはみたいな、だから何でもなく喋るからなみたいな、うん、まあその3つぐらいに分かれてるインタビュー記事なんですけど、後半ほとんど僕の話になって、なんか僕がいかに変化をこう、もうこの間井口もこんな言ってたしさみたいな、そんなインタビュー記事ある、そもそも三四郎 DVD やって、多分ファンの人怒るだろうと思ってそんなに登場したらそれ一員だけんな、三四郎さんのファンが井口のこと嫌いなのは。そう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 、お前がすぐ出しゃばってくるっけいや、それに関しては深掘るでしょ、でも本当に、うんうん、それは三四郎さんはだからびっくりした、ちょうどね、さっき上がってたの見てたらその救急車も来るしな、救急車が来るんですよ、うん、ここでやる限り、うん、救急車か松尾さんが来ますから、まあ、まあまあ、だからいいんですけど、そんなね、まあありがたいんですけどね、名前出してくれてありがたいんですけど、うん、びっくりするぐらい、もう当たり前のように、最初は井口がなんてかっこウエストランドみたいな注釈みたいなありますけど、うん、もう井口って当たり前のように出るような井口って井口がみたいになってましたけど、まあありがたいんでね、ありがたい、三四郎の DVD 1983ぜひ買ってくださいね、うん、それ何年今入れてるあ、そうか、それで言ったらなんかそこで漫才商店街のことにもちょっと触れてあったわ、なんかあ、そうなん、なんか変なパッケージだなみたいな感じのことか、なんかジャケットがだからもう本当に後半ほとんど僕らの話になってるその三四郎インタビュー記事がかっこいいよ、三四郎さんのパッケージ、パッケージかっこよかったですからね、渋い、もうパッケージの関してはもういいでしょ、漫才商店街のパッケージはもういいでしょ。いや、あれ、俺はあれ好きじゃんね、でも。でしょ、うん、でしょっていうか、その…いや、って変にカッコつけててしょうがねえ。そうなんですよ。ただ、ネクタイの曲がりとかは直せみたいなところなんですけどね。今三四郎さんの DVD カッコいいって言った後に、変にカッコつけてもしょうがないだからそうなんだよ、こいつなんてダメなのわけ。結局僕はその…いい感じにやって、いい感じにやってるって言ったらもともと根底に悪いことあるみたいになるけど、だからそう、全然お前もこれはだからもうダメですよ、本当に見てください、見てくださいって言えないですからね、これでも。いや、三四郎さんはええぐらいに、なんかこう、ええ感じで、誰かはいるんでしょ、でもどっちにしても、うん、誰かは俺、もう名前は伏せますけど、おしゃれなね、でもそういうのが欲しいんですよ、お客さんは、うん、やっぱその、まあね、購買層は女性がもうだからもう多分ここのはもうここ使われないからその言いますけど、まあ使われないしこの部屋にもう5人しかいないんで言ってもほとんど意味ないけど、まあ全然ね、これは使ってくれてもいいんですけど、僕らのね DVD のあるでしょ、そのタイタン商店とかね、いろいろ作ってくれてたんですよ、漫才の商店街の感じを出してくれたんですけど、裏面を見たらタイ太郎っていうなんか何にかかってるかもさっぱりわかんないキャラクターと、あとラーメン屋っていう普通のもうラーメン屋乗ってますからね、まあ、僕らが何も注文しなかったんでね、そうなんです、ほんとこだわりがないんでね、うん、それが良くなかったんでしょうね、これからこだわっていく、いや良かったんですよ、それが、だそれであのパッケージが生まれたわけですよ、それ取り返せないよ、もう神のよ、神業のようなんかうまいことをね、編集してもらってやりましょう結局ありがたい、全部ありがたいっていう、ありがたい太郎というそれしたらもうなんか言ったっぽいよそれ最後に言ったらなんか言ったっぽくなるからね、ありがとうございます、あ、そうだね、ゆうべに漫才商店街もぜひよろしくお願いします、はい。